昨日はホロライブのね、とあることの、まあ、収録で、まあ、ホロメンの先輩とかもいたんだけどさ、スタジオに行けばホロメンにも会える、元気をもらうぞと思ってさ、昨日さスタジオ行ったわけよ。さあさ、今情勢が情勢だからさ、もう控え室も一人一人分けられてんだよ。まあ、今まではさ、みんなでこう同じ控え室でこうお話とかしてたんだけど、今もう完全一人一人別なの。だからラミーさ、一人寂しく、まあ、みんなそうなんだけど、ポツンってこう座りながら出番を待ちながら寂しかった。まあ、でもね、それだけ会社もしっかりしてるという面でもある。まあ、マリン先輩もいたんだよ。その、マリン先輩つって、ロミーつってギュッてやったらマネージャーに怒られた。やめてください、やめてくださいって。抱き合いもできないと思って。つらい。濃厚接触できなかった。いつも抱き合ってんの？もう最近っていうか結構ラブラブだよ。別にラミーだけじゃないけど、ホロメンで結構ね、抱き合ったりとかよくするし、こうギュッてしながらこう手サワサワとか、割とそんな感じの接触はある。スキンシップは多い。女の子特有なのかもね。結構みんな距離は近いよ。なんか割となんかこうホロメンの膝にホロメンが乗ったりとか、膝枕したりとか、頭撫でたりとか、そういうのはね、普通にするね。まあでもね、今はちょっと情勢的にできないから、ラミーちょっと、いろんなものに、あれかも飢えてるのかも。じゃ疲れちゃった。